は10時になりました。 FM ギノワ 79.7MHz でお届けしているのはマスターひーふーみの仮想ラジオバーひーふーみーずバーです。さあ10時台最初はこの10時台最初のコーナーはこちら。にょっ、ここもコーナーっぽいでしょ。唯一も。このコーナーは昔バーテンだったの本当かと聞かれるマスターがお酒やバーに関してのうんちきを語るコーナーです。これはとってもやるんだけど先輩いけるんだよ。バーの先輩いけるんだよ。またバッカスのこぼれ話ではお酒やバーに関する疑問質問を受け付けてます。ツイキャスからでもますますバシバシ質問してください。ということで今日のテーマはこちら、スピリタス。先週台湾里吉さんの方からスピリタスも紹介してということであったので、BGM うるさいなちょっと下げましょうね。スピリタスをちょっと紹介したいと思います。スピリタスというのは、ポーランドを原産地とするウォッカでアルコールの度数がなんと96度、世界最高のアルコール度数と言われています。ほとんど純粋なアルコールのスピリタスはタバコの火程度でも引火する危険があるってから日本国内では第4種危険物に格闘するそうです。ガソリンと同等の厳重な管理を必要とするとウィキペディアに載っていました。ウィキペディアには載ってるんですが、僕が今まで見たところガソリンと同じ扱いしてるスピリタス見たことないです。いや俺たまにあの口から含んでライターでブンって言って、うん、ゲーやって、うん、たまに頭だけで焼きたいやりました。やった。火吐いたであれ温めたら燃えやすくなるんですよね。そう手で温めたりとかして、スピリタスは穀物とジャガイモを主原料として、これ初めて分かったんですよ。70回以上の蒸留を繰り返すことで度数を高めてる、うん、もう蒸留を繰り返してある。純粋に凝縮していく感じ。真空にしながらね。真空状態で。そう、そうです。今日はゲスト先生遊びに来てます。うちの先輩ケンちゃんはですねバーテンもやってたんです。お酒もかなり詳しいですよ。お酒以外の話もいっぱいありますけどね。蒸留を70回以上蒸留を70回以上繰り返すことで、95度から96度の高いアルコール度数に仕上げられた世界最高純度のスピリッツですということです。してスピリッツというのは、日本の酒税法で焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール以外の蒸留酒などと出会ってエキス分が 2% 未満のものだそうです。難しいね。この辺からねちょっと数学みたいになってくるんですよ。バーってなっててエキス分スピリッツとかね。でエキス分というのは、酒を加熱した場合において蒸発せずに残留する成分のことってよ。以上ですケンちゃん助けて。いや読むのがダメなんだよ。もう、これを飲んだら面白かったっていう話した方が楽しいんじゃない。例えば言えないなさっき聞いたんだよな。スピリタス自分はね最初飲んだ時に強いっていうから舌に乗せてちょっと舐める程度と本当に舐めたら舌の上で蒸発しちゃったからピリピリするけど味も分からんし、あれね口に溜めるとね皮膚がねただれるんだよ ね、 やけどしちゃうんだよね。そうそうそう、やめた方がいい。すぐ飲めって言った。で飲んだら飲んだで、ね、飲んだ瞬間から喉は熱いし胃に入った瞬間のあちファンファンよね。あれやっぱり寒い国だからああいうのがそうそうそう、だからアルチューも多いんだよね。ヨーロッパ、あそうなんだ、ソビエトとか沖縄寒くないのにアルチュー多いのは何でですかねそんなに多くもね、そんなに多くもね。どんなで僕もよく飲んでましたよ。スピリタス？アマレットで割って、ああ、燃えて出てくる。おしゃれだな。アマレットで割った。僕の知り合いがね、ディスコやってる時に、このスピリタスにチェリーブランディーにグラナデンシロップ入れて、
シェイクするわけ、あの機械でミキサーにかけて、そうそうミキサーにかけて、それとシャーベット状のピンクの飲み物ができるの口当たりはとってもスイートでさ、女の人がわあ美味しいとか言うんだよ、一杯飲んだ後に人間変わってんだよキャー可愛い美味しいって飲んでから、そうそうそう、焼きてみってなるんです、そうそう、もう早く帰ろうとか早く帰ろうっていうの、あ、そうそう、あ、いや言われたいな、怖いよ怖いよ、どこへ帰るんでしょうか、そう波の上の果てかなもうあわ何してる沖縄の人ってあの出産率も高いらしいね出生率ね、出生率ね、高出生率、離婚率も高いしね、高いですよ、つまり用が済んだら離婚してもいいってこと、ね、おときしましてるさすがやすさオブラートがだいぶ厚かったですよ、まだオブラート僕はあれだろ、コンプレスとかないんだろうな、NG キャンさんないんだよね、コンプレス、あ、僕 NG って言葉聞いたことないですおいいねノーガバメントですよ名称を詳しく言わなければいいんだろう、名称を詳しく言っても大丈夫です、 あのリスナーの方の空想でね、はいはい、さした方がいいよね、そうですね、 OKOK、 ガバメントなんて結局オブザピーポー、バイザピーポー、フォアザピーポーそう、みんなのためで Everything みんなのためで Everything そうなんです、スピリタスでの話、危ない危ない、あ、エヴァさん来てます、いらっしゃいませそう、お酒の話、沖縄にゃんちゅるさん、一度だけ90度のお酒を飲んだけど、ちょっと口にしただけで、喉が焼けるくらい強かった、うん、90度はどなん、どなんは60度60度だったんじゃないですか、60度だよね、僕はあのレモンハード勧めるね、ラムダ、ああ60度のやつがあるでしょ、うん、あれね、甘いから、うん、ちょっとはあの口ただれないかなって感じ、うんうんうん、だけどね、強いよね、もうベロンベロンだよね、ベロンベロン飲んだ後はさあ、うん、来週は何の話しましょうかね、次の話したらいいやん、違う、あの このバッカスのこぼれ話ですよ、ああバッカス、うん、お酒の話何かまた考えて来週もよろしくお願いします、バックスのこぼれ話でした、ということでここでまた1曲いきますよ、ケンちゃんおじさんが、ケンちゃんおじさんケンちゃんさんがケンちゃんおじさんが選んだ3曲目はこれだ、ノリノリですね、ブギウギ、イエスブギウギもいきましょう、聞いてください、テイストオブハニーで、これなんていうの、ブギウギウギ、ブギウギウ、ブギウギウギ、まあ日本タイトルは恋はブギウギなんだけど、恋はブギウギです、聞いてください、あ、始まったよ、またどう、久しぶりに来ますね、ひぐみ聞けようちだな、はい、ミキサーができないんです、聞いてください、テイストオブハニーのブギウギウギです、どうぞ、このレイニーさんって車詳しいね、先輩が中島レーシングで F3 台してた、すごいな、うん、ちょっと外しますよ、放送中ですけど見学したかったら中入ってもいいですよ、やっぱ中がいいね、土足現金なので今僕が喋ってます、なんか見ていいですよ誰でもいる追加するさん、今ギャラリーに土曜日の特番、土曜日の特番であるんですよね、もうねちょっと重い、土曜日特番で打ち合わせしてる方がちょっと見学しに来てます、いっぱいいっぱいいてすごいね、楽しそうだね、土曜日特番、誰かキャンさん、はい、特番の告知する、ちょっと用事があるから、あと僕が知ってきましょうね、はい、知ってる、知ってる、よろしくお願いします、バックの力
かのことを言わんのかな。あ、もうもうみんな見慣れてる。しかんなって感じがすごい。皮膚水場っていう、僕がバーのマスターみたいな感じでの番組やってるので、この暗さでやってます。いつもこんなじゃないですけど、もう少し明るいですよ。いつもの他の番組はそうですね。うん、他の番組はもうちょっと明るい感じで。あ、テンション上がってる。すごい。テンション上がってる。じゃあ、いつもはテンション上がってるの。もっとわーって言ってる。僕が？うん。いや。あ、そう。こんなですよ。こんなよね。あ、こんなですよね。うん、ああ。上がったり下がったりみたいな感じ。すいません。またメール来た。今度特番の内容書かれてるところなんですけど、時間だけは間違ってるんで。19時から24時予定です。普通に喋ってるけど、普通に今放送してるかな。今電波には声は乗ってないです。ツイキャスには見てる方には音聞こえてます。はい、皆さんの声が入ってます。この画面のところで。そう。ちょっとこの曲明けにこのメール読む約束してるんで。はい、これ読んでからだったら告知。あ、これは見てからで大丈夫です。はい、あ、じゃあタイム見てから。はい、僕がやりましょう。曲でいかないからさ。はい。これなしでいきます。わかりました。じゃメール追加あります？はチェックしておきましょう。ない。ないです。うん。大丈夫です。うん。曲かっこいいやっぱり。さすがっすよ先輩。これ大丈夫です。本当に嬉しいね。ケンちゃんの曲毎週お前残ろうかな。え、今回これかけれてお前残ろうかな。あ、いいですよマジで。あ、ダメです。リクエストを受け付けてない。リクエストを受け付けて、じゃあリクエスト職人がやるんですよ。あ、僕が絶対にかけないっつってるから。あ、ダメです、僕のチョイスに。じゃあいいよ。全世界に発信。もっといい曲あるのによ。ね。土曜日の特番って何時から？19時からです。おお。何時か？今のところ予定は5時からです。わお。予定はですよ。24時まで。あくまで予定なので朝までと銘打ってます。なるほどね。久々のオールナイト。昨日はの可能性が高い。可能性。NHK の。朝までさだまさしだな。僕的には危険な香りしかしない。遊びに来てもいいの俺。あ、いい、もちろんですよ。下ネタ。違うよ、土曜日ダメだよ。翌日俺、ヤンバルでライブ。準備がある。俺日曜日、ツーリング日曜日。あ、そう。名古屋のメイクマウラでチャリティーライブがで僕出ますから。あ、昼？夜。あ、夜はいいね。仕事夜はあれでしょ、あ、言ってたやつですよね、前から。でも今度チャタンの駐車場に日曜日の朝9時、うん、ハーレーから車から250台集まるよ今度。あ、明後日、あ、しあさってか。うん、これまたみんなこれラジオで言ってもいい？別にいいよ。バイク好きなら入場料もないし、ただ集まって。あ、曲はちょっと待ってください。お届けしたのはテイストオブハニーでブギウギウギでした。さあ、皮膚水場、今日のテーマは車ということで、いろんなメールが来てるんですが、先ほどですよ、兵庫のシーサーさんにコーナー明けにメール読みますよ、奥さんそこに座らせてくださいよって言った件があるんですけど、これなんでかっていうね、皆さん聞いてくださいよ。これメール読みましょうね。シーサーさん聞いてるかな、ツイキャス来てないんだよな。まあ、じゃなかったら、あ、YouTube で音は上げる。画面なかったら音だけ、あ、YouTube でアップしたりはしないかもしれない。いや、やってはいるんですけど、うん、一応、今考えてるのはツイキャスをそのまま前後でやろうかな。ああ、そうね。わかりました。これね、ちょっと奥様へのメッセージがあるので、ぜひ載せてほしい。じゃあツイキャスの方を載せましょう。よろしくお願いします。メールいきます。こんばんは、マスター。お久しぶりです。兵庫のシーサーです。テーマ、車。ということですが、今自分の乗ってる車は平成14年式のエスティマです。距離は、17万キロを超えていますが、調子よく走ってくれてます。しかし13年を超えると税金が高くなり、燃費も良くないので、2割アップね。
またこの夏車検、そういうことを考えるとそろそろ乗り換えをと思っていました。程度が良く、あ、そんな中、中古車ですが今流行りのハイブリッド車のいいのがあったのです。程度が良く気に入ったので契約しちゃいました。お、総額240万円。おー、ちゃんといいですよ、ここからですよ。そしてまだ嫁には契約したことを言ってません。なのでこの場を借りてひふみさんから嫁に行ってください。でも長年乗った車には愛着があり手放すのは寂しいですけどねと来てますけど、兵庫のシーサーさんの奥様は聞いてますでしょうか。旦那様240万契約しちゃいました。おめでとうございます。何万キロ走ってるかな。おめでとうございます。いやハイブリッド怖いのはね、10万キロ走るとね、リチウム電池が出てくる。待って240万契約したばっかりだからあんまり言わない。5年後ぐらいで教えたい。ああこの電池交換50万すんだよ。マジででっかいの。でっかいんだよ、このぐらい、ラジオでこれぐらいっつって1メートルと70、縦横1メーターと70かな、ガバン2つぐらい後ろのシートの後ろにあるよ。これ交換するの50万すんだよ。ソニーグもう買ってるんですね。違うか、ソニーではないよ。パナソニックじゃないですかね。パナソニックか。ああ、ディーパーさん、ミーサーさん、何やって、あ、やるやる、来た、ミーサーさん、何やってって来てます。ミーサーさん、らしいですよ。あとは、はい、来月、今月か、来月か、七夕がありますね。仲良くしてくださいよ。よろしくお願いします。さあ、ひふみさんは、ツイキャスの方全然触ってないです。ツイキャスちょっと行きますよ。戻って、どこまで戻ろうか。タービン交換の話まで来てる。すごいな、みんな車好きなんだよな。どこまで読んでました、八重おにぎりエンジン、レパードはドラマ危ないデカの覆面パトカーだったっていうのは、そうそうそう、アマートかレイニーさん、レイニーさん、車だと今はイニシャル D なんだろうけど、自分が子供の頃はメカドックだったなと。若いな、メカドック。その前にエマさんがこんばんはと来てます。いらっしゃいませ。メカドックってケンちゃん分かる？分かる分かる。読んでました。うん、ちょっと中身あれね、アニメに出てたんだよ、テレビで番組で。あ、本当に？うん、漫画もあるけどアニメに出てた。アニメで思い出した。昔マッハ55がさ、横に来るタイヤが動くの分かるんです。知ってる知ってる。真横向くんですよ、浮くんだぜあれ。は？浮くんだよ、浮くんでしたっけ。ジャンプしてからタイヤもついてるけど車体が持ち上がるんですよ。そうそうで、レース中に崖崩れがあったのか、崖崩れ、誰か悪者がわざと道塞いだのかで、もうクランクの状態でスピード落とせないって言ってたから、そのままのスピードでガンガンって曲がっていくわけ。その瞬間にタイヤが90度向いてる。そうそうそう、横にスライドして走っていくっていうのを、まさかやって小学校の時に見たこと。あのマハゴゴ、ハリウッド映画出たの見た？あ、わかんない。あら、はっ、作られたんですか、実写で？実写で作ったんだよ、うん、そう、マハゴゴ。面白かったですか？もう本当に CG さ、バカバカしくて面白い。そうでもない。バカバカしいけど、アニメ好きの僕にとっては楽しかったよ。アニメも好きなの？両方好きだったな。あ、いえ、すごいな。シュプリームさん、タービン交換やボルトまで軽量化したほぼフルチュンのインプレスに乗っていて、娘の幼稚園の送り迎えしていました。さっき話したね、いい、今残ってたら高いはずねって。俺ポルシェ乗って娘の幼稚園を送り迎えしてたから、非難の目で見られてたよ。何あのお父さん、ポルシェで顔がごつくて、知らない人が見たら怖いかもしれないですね。ダンサーズさん、90年代の車はアメリカで高価引き取りされていますよ。25年ルールで、関税ゼロに。ああ、そういうのもある。そう関税ゼロ、税金がゼロなのよ。沖縄にあるチュールさん、北海道ではよく八重を見かけますよと来てます。ゼロさん、アウディって昔4つのメーカーが連合したからみたいですよ。あ、なるほどね、それで4つ
よかった、5つじゃなくて。俺ってこうなっちゃうね。ね、台湾さときさん、車の話もう一つ。那覇空港で内地から来る女の子をアメ車で待つのよ。僕たちと夕日を見に行かない？中古のアメ車だったけど、58号線沿いの潰れたドライブインから砂浜に降りたところに折りたたみのテーブルを置いて冷えたスパークリングワインを飲み、何これ途中で切るの？時数制限で終わっちゃいます、ね、時数制限、時数制限、かまんけここで時数制限、太陽さんと喫茶実数制限でありがとうございます。今時ね、那覇空港でね、会社で迎えに来るのは所ジョージぐらい。ナルトさん、ナルトさん来てるぞ、ハイブリッドは電気関係の取り扱いも、必要だからでしょうね、高いやつっていう話ね、うん、クラウンアスリートが静か怖い、うん、早い早い、静かで早いね、うん、さっき言ったのはアスリートではない、アスリート、アスリート新しいやつ、ね、2.5 の、うん、RS RS とか鈴木のエブリーワゴンが一番上手。あ、僕もそう思う。DA、DA64。自分になってるよ。悲しい。DA64 ね。はい。でも、平成18年までは天井に穴開きやすいんだよな、あれな。錆びやすい。錆びで、うん。なんかね、みんないろいろ言ってたよ。うん、これはあだからあして、これはこうだからあしてとか言ってたよ。まあ、乗り方よ。ちゃんと拭いてたら、ね、錆びないよ。昨日の大雨。朝自分出勤で80キロでずっと3連休走ってたの、 あの土砂降りの中、ワイパーつかないで、何度か撥水のあれやってないですよ、毎日吹いてるフロントガラス以上。面白くね、先輩に向かって以上。昔シルクになっていましたがっていうのはスプリムさん、N1 レース仕様に改造していたので1万回転以上回りましたよ、しかも NA で200馬力。NA はあのターボなし、ノンターボのことです、ね。NA は何の略ですか？N はナチュラルエアか。N はノンなんですよ。ノンエア？あ、ノンか。ノン A が何だったかな。パッと出てこない。アナル。あ、違う。レイジーさん。うちの高校は、うちの高校は割と進学校で、普通科しかないのに、先輩は中島レーシングで F30 を走ったり、後輩はルマンを走ったり、時々モータースポーツで活躍人が出てます。どこの高校なの？エマさん、車だらけ。どういう意味？いらっしゃいませ、エマさん。アゴベルト中里、ケイトロは稼げる。すごいです。いつは金属にね、金属持っていくとね、お金になるんで。シプリムさん、インプに乗ってる時は京都から群馬までチューンしに行ってましたが、オーナーが、イニシャル D のタクミのモデルになったラリーストです。ラリースト、おお、ラリーやってる人っていうこと？86で、うん、86オーナーが、あ、オーナーが、あ、群馬のそのチューンしてるところ、チューンメーカーのオーナーがイニシャル D のモデルになった方っていうことなのかな。土屋圭一じゃないんだ。何ですかね。あ、ドルフトキングがいるじゃん、土屋圭一、うん、あれがモデルかなと思ってたけどな。あれが86で東京攻めてたんだよ。私だから、イニシャル D ではそのモデルの車をこっちのこっちがラリーか、え、だって違うか、分からないな、分からないな、うん。スプリムさん、僕、自分も車は長く乗るタイプですが、嫁は乗り換えるタイプです。違う、これ言ってるの分かるさ、自分の嫁を乗り換えてるんですよ。俺、嫁はずっと一人だよ、33年。うん。わし、車は取り換えで、これストレスだろうな。なんだよ。いや、嫁変えたら、あのね、変えられる。嫁があるけど、車変えたら文句言われんさ。ああ。やろはいさん。アメリカに嫁いだ友達が、ハンドル、左ハンドルってだけでもイライラするのに、トヨタ車で左ハンドルとか余計ムカつくって言ってた。トヨタ車の左ハンドルって昔の、うん、ねえ、あのアメ車で、アメリカ仕様のやつですよ。あのね、ホンダとかね、逆輸入で人気ありますよね、トヨタ、ホンダの左ハンドル、うん、確かフーガだはずって、ゼロさん、これ何の話だっけ、さっきフーガの話だっけ、左ハンドルってあったかな、こうちゃん来てます、いらっしゃいませ、追客の皆さん、ひふみこんばんは。ところでひふみ、いつ免許取った？赤のシビックどうした？青のシビックですね、潰しました。あのアメリカが乗りそうな青だろ、車で
メトリック。そう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 。気象いいのあれな。板金どこまで全部やる。どう見てもナンパ車だよなあれ。免許取ったの僕自分車免許って29ですよ。遅いね。遅いですね。うん、いらなかった沖縄昔免許。ああ、毎日。毎日。ゼロさん、与那国島の花咲はできた時は90度くらい薄めて60度にして、瓶詰めするそうです。薄めるんだ組長来てる、新車買って1年しないうちに廃車になりました。笑い、これ僕ですね。ケンちゃんこれ組長うちの嫁ですよ。誰組長どこにいるんだ組長。9時台最後ね組長。新車買って、あと1週間で新車買って1年という時に僕が元旦の朝潰した。なんて潰した？事故った？事故った。あっちゃ。大晦日の晩に初日の出見に行くと友達と4人でこれ嫁も一緒に遊びに行って、初日の出見に行ったけど天気悪いから見れないって言って何分回ってたからじゃあ戦績巡りって言ってからあのウガンジュとか防空壕とか写真撮って遊んでから幽霊写真あの心霊写真撮って撮って遊んだけど写ってなくて帰りにみんな降ろした後に。意味不明の事故を起こして あれから見るようになってる。やばいな。すげえ。デイジだよ。パパヤさん、そういえばトヨタのエンブレムで背景が赤いやつはハイブリッドですよね。青いやつがハイブリッドですよね。はい、赤いやつがあってあれなんだろうってなったんですが何か違うんですかね。あれ多分あのオプションで売ってるやつですよね、社会品とかで。あのトヨタのスポーツチューンの車作ってるんですけど、それですね、多分。どこだっけ、スポーツチューン。GR? あ、そうです。GR。GR。GR。昔は、はい、あの、TRD とか。TRD。TRD とかね。あ、そうです。トヨタは TRD ですよね。だけど今 GR なんです。GR になってるの。あの、まあ、ホンダが無限っていうのがあって、うんうんでもう一つなんとかっていう2つあるんだよな。市販車用とレーシング用があるんだよ、うん、ああ無限の、ね、無限の無限はレーシング用なんだよ、うんうんうん、でもう一つは何かあったんだよ、うん誰か調べてググってください。もしかしたらあれドレスアップじゃないですか、ね、モデューロってねブランド。そう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 、ホンダモデューロ、はい、ホンダモデューロは市販 の, あのまあ言うなれば日産で言えば、うんニスモ、うん、ニスモがニスモがレーシング関係だったら、はい、あのねアクセサリーとかあんなのがまた違う名前。うーん昔は星野インパルだったけど。へえ。ナルトさんなんかいいとそうだ。二つあるんだよねなんか。ありますよね。今ニスモなもんだけど。正確には言えないんだけど。まあとにかく。まあまあそういう感じで。あブランドの中でも。だから今人気あるのは日産でオーテックっていうバージョンがあるんだよ。オーテック。つまりマフラー、ブレーキ、アルミホイールをちょっとおしゃれに変えたのを限定400台で売ると思います。あんなのいいよね。オーテックバージョンって。なるほどね。ちょっとちょっとワンランク。ワンランク上で、うん。そしたら改造しないでもいいみたいな。うん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 。ああ、本当に改造したくない。沖縄のヨンチュルさん、お酒の話、一度だけ90度のお酒を飲んだけどちょっと、あ、これさっき飲んだの山さん、危ない危ないって、これどこでかな、多分僕のさっきののぶくんという方がいらっしゃいません、初めましたかな、若かりし頃のジェリー藤尾さんに似てますね、僕のこと僕のことありがとうございます信子さんいらっしゃいませ。ひふみずば9時から11時ぐらいまでの番組です。よろしくお願いします。今日のテーマは車です。メール読みましょうか。ちょっとごっくんちょミルクマスターさん、いつもお世話になります。踊りの経験ゼロ、ラジオネーム名古屋のフレッシュダンサーズでございます。ダンサーズが、会社に入社して4年目の時に大きく見栄を張って、原産国ドイツで王車の車を新車で買いました。4年目で、新車を買ってウキウキな気分になるのは、正常な車を乗っている方だと思いますが、ダンサーズが買った車はとにかくひどかったですね。簡単に言うと超外れ車なのです。故障しまくりしまくらち横状態でした。故障内容は以下になります。はい、4つ上がってますよ。サンルーフが走行中に、勝手に開いてしまう電気系統、
エアコンが運転席側が冷風で助手席側が、暖房。嘘でしょ。これ絶対クレームだよ。高速道路走行中に突然演奏。はあ。一般道で信号待ちで演奏とエンジン始動不可。こんな感じで新車、納車からほとんど台車でした。嘘でしょ、最悪。でも変えられるんだよね、うん、こんな車は、こんな車は付き合い切れないと思い納車から2年6ヶ月で売却しました。今やこのメーカーは日本市場から撤退したぐらいなので、やっぱりあかん車だったと思いますね。もしかしてドイツの王車って。え、あ、あドイツ、あ、わかりました。あれドイツか、あれドイツというか、まあヨーロッパでしょ。まあヨーロッパはヨーロッパですけど、あれまあ裏、あのアメリカのメーカーとつながってますからね、あれね。おあ、ドイツの王者、あ、王者、あの王から始まるメーカー、ドイツの。僕わかりました。わかんない、はい。ミルクマスターさんはハズレ車に乗ったことありますか。リクエストは車ということで、ベリンダ帰られるなら何でも OK です。はい、書きません。あ、メール来てる。オーシャ何年。オペルです。オペル、あ、オペル、オペルってドイツか。あれドイツだったか。ドイツドイツドイツ。僕はあのあれ GM、 アメリカの GM と繋がってますから。モーターから、強度、ラリーで結構走ってるけどね、オペル。走ってる走ってる。あの車種によって違うんだよ。ああ、そうなの。ファミリーカーのオペルマって俺も持ってたけどね、うん、ブレーキがロックするんだよな。はあ、雨降りの下りはもう水上スキーみたいなもんや。へえ、楽しそう。昔あの環状2号線下るときに雨降りに、うちの姉に送ってもらう用事があって、今の新津弁駅の真下ぐらいの信号からさ、随線に曲がるところ、あの信号で僕がサイドブレーキで止めさせてって言ってから、助手席でサイドブレーキゆっくり引きながらあの止めようとしたら、草スライドしてくる斜めに止まったっていう例。あのね、交差点危ない。あっち危ない。僕ね、あっちで横転3台見てる。はい、やがてだったんだ。あっち危ないよ。義母交差点でも僕2回事故ってます。あっちゃー、やばい。同じところでやるんだよ。はい、皆様こんばんみ、初メールです。ヤロハイですと来てます。テーマ車。最近すげえ雨降ったじゃないですか。道が川みたいにとかなっててさ、今自分の車がジープとかだったら雰囲気出て気分上がるのになと思いながら通勤。だがしかし、私の車はスズキエブリィワゴン、 CM が大好きな、これなんて読むんだ、高切れになので大好きです。高切れにって何？知らない。わからない。高切れに、エブリィワゴン、僕もエブリィワゴン乗ってます。ヤロハイさん、今度勝負しましょう。なんでよ。何の勝負ですか。自分のはね、マニュアルの、4WD です。ああ。超楽しい。ああ、じゃなくて今あのツイキャスのコメント見て。何を？桃黒あ、高木、ああ、コマーシャルやってたか。ああ、なるほどね、そういうことか。はーい。次の初売り。あっちに、あっちにまた様子がおかしくなってます。まあ、ジェット、ジェット。ムル・イナグネという、何の話してるの、アゴベルトさん。ツイキャスのさ、コメントがさ、ずれてから読んでるから、どの話でコメント来てるのか分からなくなってくる。ヤロハイさん、90度ある、保健室の匂いした笑い、ウォッカだっけな、そうそう、それさっきの、スピリタス、そうです。ドナンは60度というのは、沖縄日本チュールさん、レイニーさん、90度って算数で出てきた角度以外に記憶がない笑い。スプリンさん、今マッパです、以上、聞いてない。エマさん、だから何、いつも通りです。エマさん、いらっしゃいます、こんばんはって来てますね。エマさんもマッパ。ミンサーさん、こんばんはって来てる。あ、この後ね、さっきの怖い話聞かされるんだよね。沖縄にやっちゃうさん、リアルライトの皆さん、この後の生 CM 読みの餌食を確保してください。我今日は沖縄にやっちゃうさん、残念ながらやりません。話が盛り上がってるんで、今日はちょっと
割愛させていただきます。カチンバさんがゲストですよ。スプリームさん、何の話？あの土曜日の特番ですよ。ああ本当に？はい。カチンバ元気？元気ですよ。多分。うん。まあ、ゲストにも出演されてるので。ね、そうだよね。レイニーさん、六本木ヒルズの駐車場から出てくる車がだいたい外国の高級車ばかりで、羨望の眼差しで見つめています。IT の社長連中が多いからね。うん、いいな。シプリンさん、マスターが恐れる宜野湾に泊まっていったらいいんですよ。なんか恐れる宜野湾って。ここに近い出るんですよ。はここの近くに出るわけさ。よかった、俺端っこの駐車場に止めたよ。上の？うん。あ、嘘。よかった、地下に止めないで。こっちも出るわけ。俺見ないんだけど、うん、体に反応するんだよ。なんで反応って？毛立つんだよ。全身に毛立つわけ。何かいるなぁと。センサーついてる。見はしないんだけど。あ、もし放送中に感じたら言ってください。はい。多分この辺に僕の彼女が来るかも。しゃぶねえな。本当には。あのね、幽霊っていうのはね、6階建ての位置に浮遊してるらしいな。僕らコーチ6階だけど。あ、アジャの首切りさんとちょうど6階建ての位置らしいんだよ。だからあの窓ガラスでね、顔がさ、どんどんどんって顔で動くから怖い。ああ、仕事さん来てます。マスターキャンさん、ゲストの皆さん、お疲れ。ごっくんちょ、テーマ車なんですけど、僕が、憧れている車は海外ドラマテレビナイトライダーの劇中に出てた1982年か83年式のトランザムのレプリカです。あれトランザムはその前が好きだな。俺持ってた持ってた。あのトランザム車高高くないですか？高い高い。なんか あれがちょっと苦手なんだよな。タイヤ変えれば戻る。そうですね。1978年が革命運動で、うん、80年からあのカバーがつくんだよな。ああ、バンパーバンパーというライトの上に、うん、僕はそれ持ってたけど、やば、修羅場にならないようにって、さっきのね、あのパパ屋さんここでっていうのね、あの旦那さんからの告白メール。この場、この後修羅場なるはず。何修羅場って？さっきの車240万契約した話です。あ、何やってって来てるのは。いやでもハイブリッド買ったら経済的だよって言えばいいんだよね。うん、ほんまかいなって来てる。ハイブリッド、あの経済的らしいですよ。経済的一番いいの、ね、リチウム電池50万かかるって。チャーミン。DJ さん、まあでももしかしたら次にバッテリー変える頃にはあの全固体電池が商標化されてるかもしれない。それに10年持てばね、ガソリン代がね、はい、多分10分の1になってるはず、うんうん、本当に知らんかったからって聞いてる。そうだよ、ディーパーさん、ミーさんが乗り回しましょうって聞いて、そうだよ、乗り回してるよ。エミーさん来てます。いらっしゃいませ。マスター、追客の皆様こんばんは。車といえば子供の頃、父と弟たちと一緒にスバルに乗ってレックス買いに行ったことを思い出しました。レックスね、ダチかさよ。これエミさん、僕の姉なんですよ。弟たち僕のことなんですよ。記憶ねえんだよな。でもあのレックスとかさ、スバルでさ、はい、サンバーか、サンバーに乗ってけ。サンバーに昔もう家族5人兄弟が7人乗ってからチアンブルで遊びに来よった。俺サンバーって言ったらもう農林市場カートしか頭に入ってない。白タクね。白タク。ローリングでやってますね。シグナスさん、先ほどのコメントの続き、今から何年か前に式名の、光明寺周辺でたまにナイトライダーナイト2000のレプリカを見たんですけど、オーナーさんはどちらに転居なされたのかな。いやー知らないな。知らない、ね、でもね、車のね、ショーがあるんだよ、たまに沖縄で年に。あ、今度日曜日あるって言ったのは、日曜日はバイクなんだよね。バイク、日曜日バイクがどこに集合するんですか。茶炭のあのジャスコの向かいの無料駐車場のでかいところ、はいはいはい、あっちにみんな集まって、あそこから名護行ったり海中道路行ったり、みんなバラバラでね、チーム作って。旧車が多いんですか。旧車もあるしハーレー系もあるし、うんうん、ハーレー乗りたい。うん、免許持ってる？ないです。取ってから行って20分で取ります。あ、天男レディさん、ノーマルアスピレーションって NNN よかった、あれじゃなくて。ダンサーズさん、ノーマルアスピレーション。ノーマルやばいさ、ケイタラはちょめちょめに向いてない。ヒュフミは危ないインスピレーションだけどね。
ディスプレイじゃん。乗り方が変わりませんか、嫁。ペーターさん来てます。はじめましてかな、忘れてた。いらっしゃいませ。ひふみずばです。よろしくお願いします。あ、埼玉の NK、しゅんさんも来てますよ。スウェード調のシートでちょめちょめするのダメ絶対。なんで？なんでなんで？ガビガビだろ。染みつくからじゃないですか。あ、染みついたら。爪でガサガサしてる。どんぶりのどんになるんじゃないか。もう何で知ってるの。シュルビさん、イニシャル D のモデルは群馬のカーステーションのマルションのオーナーさん、石田さんと言われてます。あ、初めてそういうことなんですね。パパ屋さん、豆腐屋なのかな。豆腐屋、違う、あれ藤原豆腐じゃない、ステーションカーステーションマルシェのオーナーだから豆腐屋じゃないですね。あ、豆腐好きなんじゃないですか。違う違う、あの実家がってことですか。86の実家、うん、藤原豆腐って看板貼ってるじゃん。石田さんの実家がじゃあ豆腐屋。あ、そう、バイトしてるのが、うん、このイニシャル D だよな。あ、そっか、ガソリンスタンドでバイトしてるよな、うんうんうん、主人公はね、うんうんうん、そういう意味かな。パパヤーさん、ああなるほど、カローラスポーツの人で、本人も何かわからないって言ってました。ああ、じゃあさっきの赤いエンブレムの話、あ、カローラスポーツの人ですね。シュプリームさん、 TRD や無限と聞くと上がりますね。おお、そうそうそう、ヤロハイも無限で来てる、うん、ホンダは無限。あずきやくんのかっちゃんで来てるよ。昔の車 C7 タービン入ってたけど、ウエストゲートものすんごくうるさい。プシュプシュしてるやつ。ああ、ブーンプシュブーン。最近聞かないよね、ウエストゲートソングと GTR の燃料ポンプの音。これ今のですね、今ね、高いからね、うん、ああいうの出さないんだよね。そうなんだ。トムスってまだあるの？ってあのレーシングチームあるんじゃない。ああ、ありますね、レーシングチームは、うん、カルソニック。カルソニックって何？カルソニック、多分日産系のなんかあの電装品のメーカーとか。そう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 、はい、GTR とかね、うん、あの F3000 じゃなくて、うん、あの系によく市販車のロック。もうみんなもすごいな。あ、メール来てる。こっちから読もうね、そのままね。大丈夫ですよ。うん、あ、メール来てますよ。メール行きましょうね。こんばんは、味噌肉ミスキーを改め毛の話好きです。これ昨日の何だよ、フリムラジオの。フリムラジオ、昨日テーマ何だった。昨日はあのー、わ、別れだ、別れだ、あのモーミーさん来てたんで、モーミーさんの毛の別れっていうところ。ああ、毛の話が好きなんですね。パギーやし。車といえば日産シルビアのケースかっこよかったな。ケースかっこよかったな。いろんなところにドライブに連れて行ってもらった、遠い目。だけど、月日は流れ、今の前の車、ある日外国産の高級なホイールを嫁に内緒で買い寄った。これ嫁が喋ってますよ、旦那に対して言ってますね。旦那さんはさっきメールもくれてましたね。異変に気づいた時は怒りを通り越して呆れたけど、先ほどの200万超えの車を内緒で契約した方もいらっしゃるので、自分はまだまだ心広くないなと来てます。あ、なるほどね。いいことだ。旦那が外国産のホイールを勝手に買ったと。それも私気づいたけど呆れたよと。いい話ですよ、ダンサーズさん。僕はギャンブルに投資するよりはいいと思うね。確かにね。ギャンブルよりは全然そうでしょ。ヤロハイさん、7万の EK スポーツ乗ってた、いい車だったけど、サビで窓とタイヤが割れた。タイヤが割れた。エミさん、今日友達のアテンザが演奏したよ。新車で買って3年目なのに、3年で4万キロも走ってるらしいけど、すごくね。内地は走行距離は相当出るよね。出ますよね、やっぱり。オイル交換してなかったんじゃない？止まったって。そう、オイル交換かエアフィルター詰まってるか。ディーゼルだったんですかね。うん、ああ、そっか。アテンザ、マツダだったらディーゼルあるか。そうですね。うん。オッピーですとって、なんで？ペーターさん、どうした？さっきのあのオーシャンの話じゃないですか。オーシャンの話。違うよ。ケンちゃんが何か言ったら僕はボリューム絞ってるんです。なんでなんだっけ、もし今さっき喋ったの思い出で、覚えてないよ。NK 俊さん、オーシャは、でも直線基調でかっこいいなと思ったけど、あ、デザインがね、
オーシャン、あー、さっきのデザインかっこいい車ってあるんだよな、今は MR2 のような手軽なミッドシップがなくて残念ですねというの、シュプリームさん、ミッドシップ、ミッドシップっていうから、うん、まあ、あのホンダの軽トラミッドシップでしたっけ確か、ああ軽トラね、ホンダの軽トラ H かな、 H の1かな確かにミッドシップでは矢野さん、私は免許が AT 限定、若いじゃん、じゃあ S66 のミッドシップじゃん、うん、ああですね、うん、S6 って何でした、 S660 軽自動車よ、あのホンダが今 K で売ってるオープンカーですね、あー、うん、あれエンジン後ろミッドシップ真ん中、あー、うん、かっこ悪いやつでしょ、かっこいいじゃん嘘、うん、まああのトミーみたいな、ホンダじゃなくてトミーみたいな、トガったデザインは好き嫌い完全わかりますよ、なんかでもね僕はあれ乗ってからいいなと思った、あああれ、 あの系はエンジン音とかダイレクトに聞こえるから楽しいんですよ、いやいや止まる曲がる走るんだよ、あ本当に、K じゃないみたい、 1000cc クラスの加速する、へえー、そうなんだ、うん、いいなあ、あれ面白い、私が乗ってた王者の V は故障なかったなあっていうのは、毛の話スキーさん喧嘩難しいな、スプリムさん、黒服さんまた GTR やって誰なの知ってる、何 GTR、 これは僕宛てですかね、あ さっきまた何 GTR やってる、お父さんお父さん GTR 買って、僕買って1500万だよ、買って1500万、言ってもらう前は知ってたんだ、あーいいね、アニメの世界入っちゃってもらお父さんはそんなにお金はないんだよ。ミサさん、ミサ、ミサさん、コメント来た、嬉しい。今日ちょっと心配してます、みんなでミサさんのこと。鈴木のエブリィワゴン、今の車の前に乗ってたな。ああ、エブリィワゴンから今の車で、その次は240万ですよ。走行距離2万キロぐらいだったらいいね、35歳の矢野林さん、リクエスト、小林明、自動車商、自動車商家。あの絶対詐欺、人にしたけど日産ソロのアパッカードっていうのわかるかな、これ小林さんけどでもあれひどいよね、あの子をペットにしたこと男尊女卑よ、もう今で言われるのはコンプライアンスよ、デイジーを韓国の人に聞かせたら大変なことだよあのカラオケするときにね、うん、この曲入れてトイレから出てくるときにトイレットペーパーを首にかけてガニ股で出てくると受けるんだよな、若い人には通じないなトイレットペーパー使えるな、ダサさん、ちなみに王者の王でした、全然分からないマル車の丸にも見える、シュンさん、ちょっと前の、欧州車は内装が溶けるんだよな、あのね、ゴムバージョン、あの窓枠のゴムとかさ、あのゴムが柔らかいってこと、うん、あの熱に弱いんだよ、あの作るところがあの高熱じゃないさ、ヨーロッパって、ああだってあっちヨーロッパ車ってみんなねクーラーねオプションなんだよ、ついてないんだよ、だからあの外車ベンチとかも沖縄に来ると、うん、オプションでつけるんだよ、電装、電装のあの電装、電装、今ポルシェ電装なんだよ、あマジで冗談で言ったのに、うん、ほんとほんと、昔タクシーについてたんですけど、助手席のダッシュボードの下とかに、今電装すごいんだよ、へえ、だからボッシュがつけられんから、うん、あっちではつけられるけど、うん、ここでは日本電装つけると故障知らずのクーラーになるわけ、うん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 、なるほどね、ベンツなんか3万キロでクーラー壊れる時あるから、いやだから日本電装に変えるわけよみんな、あなるほど、コンプレッサーを、いい、やっぱり日本のものは優秀なんですね、うんうん、だからフォルクスワーゲンがね平成26年から日本でそうなってるみんな、うん、そうなんですね、待ってこれ何ツイッターでコメント来てるのか、違う話だ、高翔って何、一度は高翔に、あ、これはですね、あの AV 女優さんの名前です加藤隆かおからいつでも隆史に乗ってみたいな、分かんない、乗り物どん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 って来てますねあれ、テイクル読みました、今日はやめます、
三番は赤旗でしょ。赤棒ね。三番赤棒。あれ三番は後ろエンジンが後ろにあるから後ろが滑りにくいんですよね。ああ、まあもう過去の話ですけどね。RR エンジンってやつ。ポルシェや。してからバックするときにエンジンにぶつけてからエンジン割れる。ポルシェや。台湾さんと聞いた。黒板のチョークじゃなく車のチョーク引っ張ってたけど古すぎですかね。もうチョークがついてる車なんてないでしょ。ないね、今自動チョークだもんね、うん、キャブレター車は大体チョーク、うん、今もう電子制御だから。どっかで見たんだよなチョークのマークの最近、うん、あのレバーどっかで何でオートバイじゃない、バイクはチョークがあるよ。バイクまだハーレーもあるし。あ、ハーレーか。あ、俺この間ぶつけた車もバイクかな。エミさん、今の車が三菱のコルト、10万キロを超えてるけどいい走りしてますよ。うん、オイル交換まめにしてくださいよ。レイニーさん、日光にドライブに行ったり行った帰りに寄ったガソリンスタンドにイニディの、藤原拓海の親友の竹内、これいつきっていうの、いつきじゃないですかね、いつきにそっくりな人がいて友達と車の中で爆笑してしまいました。わからん。だからなんだ。公園のベンツであの子とアウディ。はい、小林明の自動車消化続いてんの。公園のベンツであの子とアウディって言うの。ボルボも伝送と聞いたことがあるっていうのダンサーズさん。あ、ボルボは壊れにくいよね。コンピューターあまり減ってないから。うん、はい、ホーザー、自動車消化カラオケでたまに歌う昭和58年生まれです。結構若いじゃん。ジャガーレフタイプ、レニーさんね、は800万円台の見積もりを出したときオプションで1600万円を超えたときはさすがに笑った。なんでオプションが1600万円。あのポルシェもそうなんだけど、うん、たかだかあのバックミラーにこうカーボンつけたりとか、はいはい、そばにラバーつけたりとかすると、うんうん、300も超すんだよ。はい。いやあれ、まあ、営業とかいろいろやってるとあの部品の原価と、うん、あの売り値って、うん、メンタル出ますよ。そうそう、めちゃくちゃぼったくり。元ディーラー。例えばあのホンダの NSX あるだろ、うん、今のね、うん、ハイブリッドの、うん、あれ1600万なんだよ、うん、オプションつけると2200万なんだよ。オプション何がつくんですか。あのカーボンのエンジンカバーとか、うん、あのいろいろこうデザインのなホイールをちょっといいのにしていいのつけたりとか、見た目フルオプションつけると600万ぐらいなんだ。車1台買える値段がつくんだよ。いや僕の軽自動、僕のエブリィが150だったから6台ですよ。おお、そうそうそう、わお、はあ。さあ皆さん、カーボンワカンと来てます。あ今夜はいかがでしたか。車の話で盛り上げましたけど、ケンさん曲全部かけられなかった、ごめんなさい。いいよ別に、また次に撮っときましょうね、うん、水曜どうでしょうの、対決列島の回で自動車消火が流れてました、ね。もう自動車消火の話ばっかり。マツダのキャロル可愛い。あ、キャロル可愛いよね。あ、古いやつ。昔 B1 だったじゃないですか。 B1 好きだった。あ、日産ですね。可愛かったら、うん、あの頃ぐらいに確かにキャロル、キャロルもそれぐらいか、その時期ぐらいしね。20年ぐらい前、もっと前か、平成に入ってすぐぐらいじゃないですか、ね、多分やっぱり昭和のキャロルだろう、うん、あの360時代、 365cc の、あああれかわいいよね。昭和初期、昭和初期でしょ。戦前じゃないし。いとぼの3310沿いに86レビン GTV の、ドリッシャーっぽいのがいつも路肩に止まって盗撮しています。うん、何の盗撮だ。中身じゃないでしょ。そうそう、その頃のキャロルで最後の対応さ、セルボもなくなって、セルボ懐かしいな、うん、セルボで懐かしいって言ったらもう、時に名前復活しましたけど、すぐなくなりましたね。そうそう、多分10年ぐらい前ですね。セルボ出てたよね。出てました、出てました。あ、セルボの後ろ側のピックアップの荷台になってるやつからさね、マイティボーイ、マイティボーイだ、あれいいな、マイティボーイ、1台走ってるよね。あ、見ました、僕見ました、こっちで、うん、ね、走ってる見ました、確かに。
イスズの大型トラックのギガ乗って運転してる。また急に話が飛び出したのは今来ました。野中の銀のホタルさん。これ4トンかな。4トンだったら俺乗れるね。はい、1分でーす。あ、そうそうそう。さあ、楽しんでいただけましたでしょうか。そろそろ閉店のおいその時間です。エンディングの曲はケンちゃんのアイコンに入ってるスティングの。スティングと写真撮ってるこの人。おそうそう、うん、そうなんです。ダチだぜ、うん。週に一度しか開かない皮膚水場、本日の営業ここまで。来週のVIPルームには、今井パンのオーナーさんがいらしてくれてます。来週のテーマはですね、パン、好きなパン、パンについてのメールをください。よろしくお願いします。来週木曜9時のオープンにはまた皆様のご来店を心よりお待ちしております。ケンツさん、ナルトロさん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。終わります。大きいパンはパン切ってね。最後の終わり方ですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。いやー、ツイキャスまで残ってます。わいわい、パン祭りだって、エミさん、10トン超え、あ、10トン超えって、さっきの銀河。ああ、一番でかいやつですよ、そしたら。そう、楽しかった、お疲れ様でしたって、スプリームさん。ミーサーさんはもう、ディズナーです。し、はい、あの、アシカの上に。アマミさん、お疲れ様で、本当にあれだね。スティールパン、スティールパン、スティールパンでもいいですよ。スティールパンはダメです。スティールパンなの、ガキ？ガキ。スティールパンの話はできません。ありがとうございました。どうも。お疲れ様でした。楽しかったね。